今 SNS というインターネットを通じた仲間とか人間の交流がどんどん広がっています。私たちはそういう機械文明にの中で生きていますが、しかしインターネットであろうが SNS の全部であろうが全部人間関係であるということを忘れないでほしいと思う。昔は部落でいろんな人と仲良くなったり、いろいろな人間関係の付き合いがありました。今はネットを通じての人間関係です。で、目の前に機械を通じて話をしたり文字にしたりしますが、全部その場機械の奥に、ね、インターネットまたパソコンの後ろに全部人間がいるということを忘れないでください。ですから生身の人間同士で言っちゃいけないことをやはりインターネットでも同じだということです。目の前に人間がいると思って言えば言っていいこと悪いことの判断は自然と私たちがつくはずです。そう思って全部人間関係だということを忘れないでください。はい。